プレオドリナプリアドゥーリナは、ボルボックスに似た軍隊を作る、緑藻類。軍隊を形成する細胞に二型があり、小さい細胞が前方に配置する。ヒゲ周りとも。頭頂弁毛を先端に2本持つ細胞が、放射状に並んで球形の細胞軍隊を形成する。個々の細胞はほぼ球形で葉緑体を持つ。目点が1個あるが、前方の細胞のものほど大きく。 後方のものでは書いているものもある。軍隊は全体としてゼラチン質に覆われる。ゼラチン質には細胞ことを仕切る構造などはない。軍隊の大きさは P から4ニ下で300マイクロメートルになる。軍隊の前方の細胞は後方のものよりはっきりと小さい。例えば P から4ニ下の場合、前方の一3から1、2の細胞が非生殖性で小さく。 生殖性の細胞の小道は12マイクロメートルで、これは非生殖性細胞の2倍、ないし3倍の大きさである。また非生殖細胞の葉緑体にはピレノイドは1つであるが、生殖細胞では複数ある。なお、このような細胞の際は、幼い軍隊では区別できず、成長につれて次第にはっきりしてくる。和名はげ周りだが、 他な他はこれを P から4ニカの種名としているのに対し、水野はこれを属の和名として認めるものの、種名については学名の表記のみとしている。地層や田んぼなどに見られるが、比較的稀である。P から4ニカについては、春から夏に出現する。前方の小型細胞は、生殖に関わらず、後方の大きい細胞のみが関与する。優性生殖では、 医療配偶施設合を行う。この際、軍隊により雌有の別ができる。有性の軍隊では個々の細胞が分裂を行い、多数の生死が束になったような形の生死束が形成され、その後に個々の生死が泳ぎ出す。姿勢の軍隊は通常の軍隊と同じで、そこに生死がやってくると接合が行われる。接合死は休眠状態になり、赤葛色を呈する。 本属とよく似たものに、ユードリーナ属ユードリナがあるが、軍隊を構成する細胞にほとんど差がないこと、非生殖細胞が分化していないことで区別する。ただし、本属のものも軍隊が幼いうちは、細胞間に大きさの差がなく、判別が難しい場合がある。また本属をユードリーナ属に含める説もある。以下のような種が知られる。日本には3種がある。P フォーニカが、 古くから知られたもので、P. ジャポニカは日本特産で非生殖細胞の割合がより小さいことで区別される。静岡県富士市の水田で発見された。水野は P. エレノワンシスを挙げているが、水野、高橋はこれをユードリーナ属に含めている。この種は32ないし64個の細胞からなる細胞群体を作り、その最前列の細胞が後方のものより、 はるかに小さく、この点で本属の特徴を持つが、この小型細胞が生殖に関わらない場合と関わる場合があり、完全に非生殖細胞となっていない点で異なるとの判断である。ただしこの種はより最近の文献ではやはりプレオドリナ、属とされている。なお、近年の系統研究によると、本属の種は、系統樹の上では、ユードリナ、 ボルボックスとの間で入れ子になった部分があり、本属は単系統ではないとの結果が出ている。以下、記載は、水野、高橋編、P481 から482、岡田ほか、P25 月。P122 水野、P24 の咲き、P218 から219、岡田ほか、P25、水野、高橋編、P482 ヘレンマショードハット、ヘレンへ通ル。 ありがとうございます。